ハロー皆さん、どうも。パワープロ2017ペナント編、阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。よろしく。じゃあいつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしていく。先発はね、うほースタミナがあれだな、まあ、藤浪か。先発は又吉。好きあらば又吉か。ほんならどうしようかな。坂本は外すわけにはいかんしね。うん、このベストオーダーで OK でしょう。いきましょう、これでね。でね、応援歌一応導入しておきました。はい、阪神の選手だけですけどね。こういう応援歌の方。ようやくですよ。てか、今更ですよ。今更です。あの、大山とかロサリオとか中谷、早田、坂本、梅野とかがね。うん。じゃあ、せっかく応援歌も導入したんで、中谷選手使ってやっていきたいと思います。導入できてるよね。おさっきしたんやけどね、もうお前どうだろう、もうどうだろうと忘れてはないんやけど、ほんまちょっとこれやばいだろ、これ。つい数分前のことだぞ。大丈夫か。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対中日ドラゴンズ19回戦の模様をお送りしてまいります。タイガースの先発は右の藤浪、対するドラゴンズの先発は中谷は絶好調だから余計に打ちやすそうだ。まもなくプレイボールです。さあ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で虎の切り札上本。いやー、坂本ほんまよう塁出るな。これツーベースか。いや、バントでしょこんな。はい、ナイスメデイ。ゆるるるるっと、マジダメだ。まあ何しとんねんこれ。坂本がチャンスメイクしてくれたんだ。返さんと意味ねえだろこれな。ほんまに1番坂本すげえよ、出塁率は。今の丸だろこれ、リアル丸になってんじゃねえか。またよし、打ちづれえなこれ、全然打てんぞ。いやダメ、つらいだ。ダメだこれ、新井さんが超三振する球じゃねえかあれな。外のスライダーだよ、スライダーちゃうわ。くっそ打てねえ。さあ中谷来た、またよし。ボールか。もうお前スライダーほんま投げてくんなよって話よな。カウントは2ボールノーストライクです。決まったストライク。オッケー、よー見た。うそー完璧に見たのに。オッケー、ちょうどお前応援歌終わったところで、めっちゃタイミングいいな。さあ T だ。トカタのこの打球は抜けた。よし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 、いける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 、アウト、セーフ、アウト、セーフ、よいよいのよい、セーフだろ今のは。梅ちゃん、ああああああ、ちょちょちょ、もう無理、ミート打ちしよう、ミート打ち。投球これから2球目、見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。投げました。はい。ほほほ。アスレットボール。カウンター2ボール1ストライクです。投げました。はい。タイミングバッチコイ。絶対負けられねえよ。中日。この前俺がブチ切れたのは多分この中日戦だろ。藤浪もオツですね。これ変えましょう。誰がいるんだこれ。うわ、ちょっと待てよ。チャンスに弱い選手は出せんな。大山しかいねえ。俊介の調子あれだし、今なりで、今なりもチャンス弱いのよ。大山だ。バッターは大山。第9ボース。ミート打ち、ミート打ち。いいわ。いやミート打ちちゃう。これでいく大山は。いやミート打ちだな。ミート打ちだ。結局ミート打ちに追いつく。
ほれ見え、ほれ見たことか、ちゃうねんちゃうねん、ファールぞえ。はぁやっちまった、もうマジ又吉帰ろよほんまに、打てんわこの P、 マジまた基地変えて、はぁこのスライダーほんまえぐいわ。抜け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 ない、亀沢の守備範囲好プレイ。はぁ最後はバックに助けられました。中谷ほんま打率がひどい、もうまあその率を残すような選手じゃないとはいえよ、2割7分欲しい、欲張りすぎか。1球見ます、見んでええわ今のは。もう帰ろってこの P ほんまに頼むから。ああ誰かエラーしたな、またエラーしてるよこのチーム。このチャンスはなんとかものにしたい。さあもう投げんなよ又吉、お前ほんま鬱陶しいな、いつまで投げとんねんこいつ。第2球これ見よお前ボケが、もう又吉帰れや、もうほんまドラゴンズうざいわ、ドベゴンズでええんだよお前らほんまな。阪神と広角に渡り合おうなんてお前1万年早いわ、もうほんま腹立つこいつら、無理無理無理、もう二度とやりたくねえわドベゴンズさんよ、もうふざけんじゃねえよこいつらほんまに腹立つな。もう投げんなお前、俺見え、オッケー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 、いける中谷、てか中谷足遅っ、オッケーギリギリじゃねえか。さあ虎の恋人お前打つおうぜほんまな、どんサンタコかい。これは抜け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 、まあ幽閉の守備だからいける、まあ幽閉守備いいけど、オッケークソちゃんって、トカダ頼むぞ、もうお前、あこれ終わったかな、追いつかない程度のクソみたいな反撃か、たこ焼き阻止だ、ひんだせんすぎんだろ。全然チャンスものにしたって感じせんなこれ、終わりで、あまたチャンス来る、田島だ、これまた隙あらば田島が出てきたな、まあでも田島もお前スリークォーター気味、サイドハンドかスリークォーターか、うん、この投手ほんま嫌い、上から振りかぶって投げてこいや、ほらなもう言った通り無理ですよこの手のピッチャーは。はあ森重が喜んどるわお前、いいよもうほんまにな、もうこの動画お前ドラゴンズファンなんて誰も見てないからほんまに、多分絶対見てないわ、こんなに俺がディスっててドラゴンズファンが見てる方がマゾでしょそいつね、そのリスナーは完全にマゾだわ、ド M でしょ、ふざけんじゃねえよほんまに。はあ無理無理無理、こいつらまあ CS に上がってくることないからいいよ、なんでここに来てほんまドラゴンズにこんな負けなあかんのなほんまな、腹立つわほんまに、去年のヤクルトになってんじゃねえかこれ。あー高山ツーベースね、ほんまにおかしい、もうパラレルワールドってまさにこのことだろ、こんなにドラゴンズに負ける阪神見て見たくねえわほんまな、どこの世界だよ、ねえよこんなの。糸井さん待てよ、やっべほんま待てよ、劣化しまくり、ドラゴンズからしたら夢物語だろこんな阪神にな、めちゃくちゃ勝つ11勝7敗となってますけども、最近負けすぎですよ、アッキャマンで行くしかねえ、アッキャマンも操作したら俺がまた打たれそうなんでね、今回も逃げます、もう藤波と秋山から逃げるわ、うん、俺は梅野、大和、新谷でロサリオが調子あれだが原口がいないんだよな、ロサリオ大山に変わろう、
うん、調子重視打線でいこう。坂本は坂本でいいです。いやちょっと坂本も変わっても、いやでもこれショート、ちょっと待てよ、エゴし、そうだね、もうこれ見ろ、うん、見てくれ、これでいきます。新谷以外、お前ちょっと空気読めよ、こういうところでも空気を読まないのが新谷という男ですよ。でこうします、はい、すげえなこれ、うん、でどうすん、打順どうすんの。1番エゴシ、2番ウェポン、3番中谷、4番トカダ、5番大山、6番新谷、オッケー、これでいきましょう。見ろよこの超生え抜き打線、トカダだけ違うんかな、生え抜きと、だな、すごい生え抜き、いきましょう。で本日、私また、どうしようかな、うん、今回は投手に注目しましょうか。ドリスはちょっとね、任せましょう。岩崎も任せよう。桑原だな、桑原。プラス、また応援歌導入した選手でいきましょうかね。梅野でいきます、今回。いきましょう。大山、梅野といるんですけど、今回は梅野でいきます。最後、ロサリオかなって感じかな。大山かロサリオ。まあ、次の試合でも、次のカードでもいいっすよ、もう応援歌の。に関してはね。うん。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対中日ドラゴンズ20回戦の模様をお送りしてまいります。さあ1試合目から俺がちょっとね切れてブチ切れてしまったんやけどね、2試合目はちょっと冷静にいきましょう。クールな俺を見せたい、みんな普段はクールなんだぞってところをね、みんなにお届けしたいと思います。おー、マーキャマンまでもタイガース追う展開で迎える3回です。バッターは梅野、ミート打ちでいいっすよ梅ちゃん。投げました、変化球はアウトローへボール。トラバンでもね特集されてましたな梅野。投げました、ジョーカー西岡に続く特集かな。投球は3球目、投げた、糸井の応援歌と言われてるこの梅野の応援歌ですけど、オッケー、ナイス、梅野ナイス、素晴らしい。でも点は通らない、アッキャマン踏ん張れ踏ん張れアッキャマン、あーマジかよ、アッキャマンですらもこんな打たれるんかよ、おかしいだろこいつら。雄平の守備範囲、ああ出番なさそうだな桑原の。調子重視打線にしてこれか、なんだ調子ってな、こんなんだとお前調子の概念消せやコナミ、何の得点源もチャンスメイクもしてねえじゃんこれ、ひどい、素晴らしい、梅野だけじゃん、梅野個人軍ですよ。やべ、こんなに梅野で打てる日久しぶりだな。2017年シーズンはわりかし梅野で打ってたんやけど、あっロサリオが打ったんかよお前、マジ、本当に今日ほんまマジかよ、調子重視打線つってね、その反動で外したロサリオマジでお前やってくれますね。最終回にね猛虎打線発動ですよ、押せよ打つのが、よかったお前、また2カード連続中日怠け越しと思った、これ最終回ミラクルですよ、新谷ロサリオすっげえぞ、エゴシ4タコもこんなんええわ、うん、今回はほんま最終回誰も打ってないだろ、最終回までな、秋山だけじゃねえか8番と9番バッテリーしか仕事してない序盤、いやーここでほんでお前打率急降下のトカダも打ってるし、すげえなお前、やっべ、アッキャマンすま、あダメでしたね、ただ横山谷川またこの2人抑えてるな、よう抑えてくれるわこの2人、ロサリオあれこれよね、みんなロサリオに求めてるのな、誰がお前アヘタンロサリオなんて求めてんだって話だよな、お前にヒット誰も求めてねえわっていう。
これよこれ、これが本物だよ。お前リアルの方がパチモンじゃねえかな。虎の恋人おかしいだろ。まあ、このロサリオ貸してあげたいで。お前調子あれかい。なんでやねん。調子安定欲しい。斧ですね最後。前回ねフルボッコされた斧、今回私また逃げましょう。阪神ファンの大野が先発か。いいね。もう打ったのにもかかわらずかロサリオは。で大山で、あ今回坂本工場やん。あんなに打ってる梅野外して坂本使うっていうね、すげえな俺。あたおか采配ですよほんまに。またね、坂本上ポン中谷大山、とかだ、こんでいい、これでいいでしょうかね。うん、これでいいですね。よしよし。で本日私またピッチャーってか小野から逃げます。うん、小野ね操作してめちゃくちゃ打たれてるんで、チームがチャンスになるとプレーはしません。もう最後もねサクサクいきましょう今回はね。投手に注目、前回ではなかったんでもう一回桑原いきましょう。で本日まだね応援歌導入させていただいた大山かな。うん、大山でいきたいと思います。大山やスタメンよね。よし、大山ファースト、新谷サード、 OK なら今回これでやっていきましょう。よろしくお願いいたします。とお俺が操作しない小野さんのピッチング楽しみやな。どんなピッチング披露してくれるんやろか。雨かい、この寒空の中、うん、寒空でもないかな、うん、湿ってる感じやね、夏だし。防御率はね俺のせいで11というひどい、モザイク必要なレベルですよ。高橋周平おかしいだろ。このゲームだとね福田も高橋周平もめっちゃ打ってるから。コントラストおかしいだろこれほんま。雨の日第2球投げました、インサイド見送ってストライク。第3球を投げました、ボール低め、カウントは2ボール1ストライク。第4球は打ちました。右の亀澤ボールを掴んだ。亀澤いいね。タイガースリードで迎える3回です。2アウトランナーなしという場面で大山、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ次の投球投げました。あららららあっぶねー、後ろに飛ばしてくれて今のは助かった。第3球はこれはおらスタメン抜擢に応えるセンターまたゲレーロ、おかしいだろこれ。ファイヤーフォーメーションじゃねえか。これセンターローズよりひどいな多分。タイガースリードで迎える5回です。おうヤンマー、まあ阪神だってセンターマートンの時代があったからな。第2球決まった、ストライク。第3球を投げました、ボール。ここはよく選びました。カウントは2ボール、バッティングカウント見た、大山見れるからね好きよ。第5球投げた、はい散歩いいですね。追加点のチャンスを迎えました。満塁、満塁という場面で大山インハイ際どい球ボール。第2球大山の足は、うー亀沢の好フィールディング。また亀沢だ、どこに行っても亀沢がおる。さあこれは桑原でしょうね。58試合投げてね4勝1敗防御率 1.72 の防御率詐欺男こと桑原健太郎、桑健ランナー残してるじゃねえか。まあこれが防御率詐欺男の真骨頂ですからね。気にしない気にしない。タイガース外野は焦れの守備を取ります。もう第2球打った、ショートバウンド上本。さあ2アウト、次誰だ。医療0割9分1厘、油断はできん。タイガース外野は焦れの守備を取ります。くっそ甘いコースですけど、投げた、もうカウント1ボール1ストライク。T、よっしゃ T でよかった。ほんまファーストは一級品ですからね。 T の守備はロサリオとはもう別物と思ってください。動きも違いすぎる、素晴らしい。2018では T は阪神にはもちろんいませんのでね、うん、もちろん坂本もおらん、それが一番きつい。大和よりもね坂本がおらんのが一番きついね。素晴らしい、ナイス。よかったよかった。ヒーローは2名、まもな
ほほほ坂本お前こいつ出場するしたら絶対なんかもうマルチしてるやんやばすぎでしょ坂本って坂本さんよ1日1前どころの話ちゃうやんこの人に調子関係ないっすねコンディション関係ねどんなコンディションクソだろうとね打つもう絶頂期もう絶好調の時の坂本どんだけ打ってくれるんだろうなあんまり坂本絶好調見んからねこうあの調子で3回11号すごいなこのだから坂本がおらんのほんまにきついんですよね2018まあそこはもう声が裏返ったけどホームランもすっごい北条糸原育てましょうよね、うん、上田もおるし則治、まあ、ショート候補めっちゃいますからね阪神、まあ、守備がとにかくあれなんてっていう話じゃないけど坂本も大和がここに来て大和がブレーキ各駅停車になってるこれな、うん、3割2分3厘めちゃくちゃ打率落ちてきたな大和、うん、やっぱ近藤健介になるのは無理だったな大和ミート C あるとはいえ小野神やっぱりピッチャー俺操作せん方がええんだなこれ見てくれよ QS 達成してるやんいやー失点たった1それでいてまだ防御率 7.04 見れない数字ですねまだまだそんでほんでもってこのドリスの超安定感ねここ最近ドリスほんま全くあれやな失点しないんじゃないかすげえわめっちゃセーブしてるしなほんで何連続でこれセーブしてんのドリス登板時やべえ失敗してないもんねいやファン5000人レベルで増えるだろこの長坂補給 T さあここで中継ぎみんなね休ませれるとマジック17かまだ優勝とっとと決めてね若手使いたいっていうのがあるな、うん、さあ、次回は、ヤクルト戦ですねじゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。